サポート付き貸し農園ならシェア畑、シェア畑菜園アドバイザーの高木です。今日はいちご栽培の畝作り、そしてね土作りについてご紹介をしていきたいと思います。まあ、特にね、土作りについては、今回のポイントをねしっかり押さえていただいて、ぜひね皆さん美味しいいちごをね、作っていただきたいと思います。いちごの苗はね、だいたい10月に入ってから、植え付けをします。ですのでそれよりもだいたい2週間から3週間ぐらい前からね準備をしていただきたいと思います。それではねいくつかポイントを含めてご紹介していきます。行ってみましょう。それではねポイントの一つ目、土作りの際にもし土壌がね酸性にね傾いているようだったらは、石灰を入れて少しね中和していただきたいなというふうに思います。それと次2つ目、施肥です。施肥はもう畝全体に入れるのではなく、植える苗のポイントポイントにね穴施肥という形で肥料を入れていく方法を今日はご紹介したいと思います。それではまずね畝作りからです。少しね畝は普段よりも高めに作りましょう。だいたいシェア畑ではだいたい畝はだいたい10センチぐらいと言ってますけども、いちごについてはね、それよりも若干高い、まあ、20センチぐらいあってもいいかなと、思います。ただね、あんまり高くする必要はないので、あまり神経質になることはない、とは思います。ただ雨が降りやすくて水が溜まりやすい、そのような畑でしたらばぜひね畝を高くしていただいて、いちごの、ね、根腐れが起きないように、していただけるのも一つのポイントになります。それではね、ちょっと今畝ちょっと見ていただきましょう。この畝、一応1畳上を考えてますので幅50センチ程度でいいと思います。で高さだいたい20センチ程度の畝を作っていただければと思います。まあ、2畳上にする場合、これが70センチですね、2畳上にする場合は70センチくらいで作っていただけるといいと思います。ただその時に通常のマルチですと90センチですよね、マルチね、ちょっときつくなるかもしれません。その時にはちょっとそれよりも大きいマルチをね入手していただいてかけていただくといいと思います。一応うちでは今90センチのマルチしかないので、幅50センチで1畳上でマルチをかけていきたいと思います。なるべくこの高さを維持するためにもこの側面ですね、斜面についてはこのような板を使ってしっかりともう固めていただくということもね大事な要素になります。周囲をね固めると同時にこのてっぺん、畝のてっぺん、ここをね少し高めにしましょう。ここを平らにするのではなく山の頂上がちょうどこのてっぺんに来る感じに来ていただきたいと思います。まあ、理由は降ってきた雨が基本的に苗のところに集中しないように、外側に雨がねこぼれるように植え付けるところが一番高くしていただければいいと思います。冒頭申しました通り、もし土壌が酸性に傾いているようであれば、この畝を立てる前にね苦土石灰を投入していただいて中和していただいてから畝作りをしていただくのがいいと思います。はい、それではね、完成した畝にマルチを張っていきます。マルチはこのブルーの線、このブルーの線が真ん中です、センターですから、これを畝のセンターにしっかりと合わせてください。ピンと張っていただいてマルチ止めでまず固定します。そうしましたらこの裾を埋めます。ここ大事なポイントです。しっかりと掘っていただいてまっすぐこの下に入れ込むという感じですね。土をこのように乗せるだけではダメです。
必ず畝の端を深く掘って真下に引っ張り込む、そのイメージでマルチを張っていただきたいというふうに思います。それと反対側を止めるときも必ずピーッと張った状態で反対も止めていただくということが重要なポイントになります。はい、埋め終わりました。そうしましたら足外側ですね、ここを使って踏み固めていきます。このように踏み固めることによってこのマルチの中にね、余分な空気が入らないようにきちっと張っていただきたいというふうに思います。それではね、植え付けの前に、施肥ですね。今日は穴施肥、これをねやってみたいと思います。まずマルチカッターですね、これで穴を開けます。で、穴施肥の場合は深さがだいたい10センチ15センチぐらいの深さの穴が必要になります。開けた穴、ここをね移植ごとで穴を深くしてあげてください。で、15センチぐらいの穴を開きました。ここに肥料をね入れていきます。で、まずね、牛糞です。これ牛糞一つかみ、鶏糞です。鶏糞を一つまみ、だいたい 20cc 程度ですね。骨粉も入ったね、油かすになります。これも一つまみ入れてください。そうしましたらこれをこの中の土と一緒にねよく混ぜてください。混ぜ終わりましたらば、そこに直接これポットの苗を植えちゃいますと肥料に直接ね苗の根っこが当たってしまうと思います。そうすると肥料分けなんかを起こしてしまいますので、ここに先ほど掘り出した土、これをだいたいそうですね深さ3センチぐらい、厚さ3センチぐらいの層になる程度、入れていただいてちょうどいいぐらいになると思います。だいたいこんな程度になります。ということでね、穴施肥、まあ、このようにして作業をするんですけども、これねもうこのここに苗を持ってきて植え付けていただくことも OK です。若干心配な方はねこの状態で、そうですね2週間程度置いてから苗をね植え付けるということでも大丈夫です。どちらでもこの状態であれば OK です。ただこの状態で2週間置くと網とかそういったものがここに入りますよね。ですからなんかここに1枚雨が入らないようにカバーをしておくということでもいいのかと思います。基本的にはもうこのまんまね苗を植え付けていただいて可能です。ということでね、今日はイチゴの苗の植え付けについてねお話をさせていただきました。ポイントとしては土壌、これが酸性に傾いてないか、傾いているようであれば石灰を入れて中和してあげてください。で、畝の高さだいたい20センチぐらいの高畝でやるといいと思います。ポイント3つ目、マルチ張りですね。マルチの裾はきっちりと土に埋め込んで外からの風がね入らないようにしてあげていただきたいと思います。4つ目、穴施肥ですね。マルチカッターで穴を開けて深さ15センチぐらいの穴を掘って、そこに肥料
を入れて土をまた置いて、その上に苗を置くという作業で、植え付けが完了になると思います。はい、ということでね、この動画役に立ったという方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。